はい、ご視聴ありがとうございます。シリーズでお送りしております大岡越前。本文をお聞きいただく前に小解説、埋説です。今日のテーマは大岡政談。大岡政談は歴史上の人物、大岡越前こと大岡忠相をモデルとして大胆に脚色を加えた創作物語です。歴史上の人物である大岡忠相は八代将軍徳川吉宗の時代、吉宗が行った享保の改革を町奉行として支え、江戸の市中行政に携わり、評定所一座に加わり、関東地方御用係や寺社奉行を務めました。この忠相が庶民の間で名奉行、人情味あふれる庶民の味方として認識され、創作大岡政談として写本や講談の形で人々に広がりました。徳川天一坊、村井長庵、越後伝吉、畔倉重四郎、後藤半四郎、駒物屋彦兵衛、タバコ屋喜八、縛られ地蔵、五感裁き、三宝一両尊などのエピソードがあります。これらは日本におけるサスペンス小説の原初的形態を示すものとも言われています。忠相の没後から講釈師による原型が作られ、幕末から明治にかけて発展し、歌舞伎などの素材に使われました。またテレビや映画でも繰り返し上演されています。歴史学的検証によれば、数ある物語のうち忠相が町奉行時代に実際に裁いたのは享保12年1727年の白子屋奥間事件のみであると言われています。現代に大岡裁きとして伝えられているものの多くは、関東郡代や忠相の同僚である北町奉行中山時春の裁定した直助権兵衛事件、あるいは忠相没後の事件も含まれていると言われています。歴史上の大岡に関する伝記資料としては大岡忠相日記がありますが、これは行政官僚としての町奉行を滑車したもので、大岡政談とはほとんど関係がないと言われています。しかしながら、当時の町火消し制度の創設や小石川養生所の設置などの事実に、政治家は書くあるべしという江戸庶民の願望が託されて大岡政談に結晶されたとも言われています。それでは本文をどうぞ。その第3回留院。お犬小屋は大久保、四ツ谷、その他府外数箇所にあったが、中野は最も規模が大きかった。犬は子を産むし多産だし、しかも十数年来太古の製品も禁ぜられてきたほどなので、その繁殖率は大変なものになっている。世情の違反数も当然それに準じて増すばかりなので、さすがの幕府も犬目付も法の厳厳令を期すには今や悲鳴を上げないでいられない。そこで市中の飼い主のない犬は官にこびるものでもない限り犬を飼う物好きもなくなったが、見つけ次第これをお犬小屋に集めて官費で飼育する案を立て、元高城番の尾関神左衛門を支配に、犬よりき、犬同心などの役職を置き、その下にお犬中元104名を使役して、この中野に一大犬舎を新設し、数千頭を飼育しているのである。このため勘定奉行の荻原大美の神は八州の代官に下旨して、高百石について一石ずつの犬淵を貸し、江戸の町民へは
一丁ごとに黒米ごと六升の割で挑発を礼した。犬一匹一日の教職には白米三合味噌五十目はしか一升ずつ。日によってものは違うがこの程度である。だから中野より規模が狭かった大久保小屋の消費高でも犬に食わせる一日量の米335石、味噌十たる、岩瀬十俵、薪56石という記録がある。その大久保の所要地面積は25,000坪で、中野は160,000坪もあったというから、ここでの犬の消費量は知るべきである。家なき人間の子は市井にも山野にも満ちているが、もし一頭の犬でも病んだら物々しい。時世不時の記事などを見ると、犬病むあれば冬なればヤギ布団を厚し、犬医者を呼ぶなり、犬医者と申すは御用医者にて天役のごとく六人犬にして若党ぞうり取り薬箱持ち召し連れてきたる。脈を見薬を処方して帰る。またおかち目付、おこびと目付、二日おきに五軒分なり、火曜の事故、待ち方もそれに順じ、物入り、おびただしけれど、もし犬を痛めば、牢へ参る者、類縁にも、一町内にも及び、何百人ということを知らず、通りすがりにも、ワンといえば、身の毛もよだち、食いつかれても、叱ることならず、逃ぐるほかはなかりけり。とが人毎日50人、30人ずつあり、打ち首になるもあり、血まぶれなる首を俵へ入れ、30貨も持ち出して、大穴へ打ち捨てたりとも聞こえたり。悪性に対する世間沙汰を上げたら限りがない。止まれこれは、人間が人間を苦しめていることだったが、一階の不老人、大岡亀次郎にも、阿野十三にも、その人間に抗議する力はない。息もない。一つ、お犬小屋をひっくり返すような目に合わせて、犬公方や犬役人どもに泡を吹かせてやろうじゃねえか。というのが今夜の目的であり、そこらが精一杯の義憤だった。これは阿野十。阿野十三の言い出しである。彼の父阿野清山は朱子学者の一樹者だったが、ある時聖堂の石段でいきなりワンと噛みついてきた赤犬を意識的にか思わずか蹴飛ばしたので、家に帰るや否取り手を迎えぬうちに切腹してしまった。息子の十三は出先で捕まり遠投送りになった。途中、世に乗じて、遠投船から海へ飛び込み、江戸へ舞い戻って以来、自暴自棄な野生の生活力をたくましゅうしている男だった。大亀の大岡亀次郎の方は、血と身の上も違うが、今の境遇と気持ちとは全く同じだし、どうせ彼も何をやってもやらなくても、ひとたび堀の手にかかれば重罪は知れきっている体なので、面白え、知らん顔して音の騒ぎを見てやろうとすぐ相談はまとまったのだ。親は深川の味噌問屋だったが、古金銀の陰徳で結所になり、不老の仲間入りしている味噌球を口の固い男と見て、ネズミ取り薬を入れた揚げ団子を背負わせ、人目につかぬ道まで苦労して、はるばるその結婚に来たのだった。父、父、父。おい、大亀、大亀。なんだよな。見や、うっすら東の方が明るくなりかけてきたぜ。明けたか。俺はとろりと寝ていたらしい。いい度胸だの。お、おい、出てきた、出てきた。ん？何が？何がって、犬の群れがよ。
おお、うんうん、くるくる。樹上の二人は一望に見える囲い内へそこから目を凝らしていた。16万坪の原には数多い犬小屋も点々と朝霧の海の小舟みたいでしかないと、官舎から出てきたたっつけばきの犬役人や犬中元が諸々の犬小屋を開け放った。驚くべき犬の大群は朝の分道に席を切って流れ出し、やがて戯れ狂いながら朝露の土を嗅ぎ回りつつ散らかった。お、食った大亀、見ろ見ろ、シッ、お、ほんとだ、食ってる食ってる。あの、静かにしろよ。あんまり伸び上がるとおめえの松の木がゆさゆさ揺れて遠くからでも蹴取られるぞ。彼らが夜のうちに巻いた揚げ団子はあっちでもこっちでも犬どもの嗅覚に争われ、むさぼり合う闘争の吠え声がつんざいた。そのうちにケンッと異様な鳴き声とともに二三頭がくるくると狂い回ってあらぬ方角へ矢のようにすっ飛んでいったかと思うと、バタッバタッと続いて倒れた。よっよっ、犬同心も何か絶叫した。あの、逃げろ。え、ちっくしょう、胸がスッとした。おがめ、逃げっこだぞ。二人はマシラのように滑り降りた。もう言葉を交わしてなどいる暇はない。どこをどうかけたかもわからない。大亀は練馬へ出てしまっていた。板橋街道から本郷森川口の方へ向かってくるところで初めてあの輪と見回したが、どこで別れてしまったか彼の姿は前にも後ろにも見えなかった。若すぎる母、久しい殺生禁断で貸し筋の家業は上がったりである。漁長の禁令は犬ほどではないが、川魚までが美味なのは大概禁制項目に入っている。漁師、漁具や釣り船屋など皆商売にならない。